長崎航路の再開に向けてやっと動き出せたことがまずは安堵していたしております新会社の社長は経営破綻した後藤産業基線の関連会社の元従業員藤原啓介さんが就任しました会社の名称は前の会社から引き継ぎ後藤産業基線株式会社です 元従業員20人を雇用します一日も早い航路復活乗船券を買われたお客様への払い戻し従業員への雇用の確保この三点が大きな課題でした不安はありますが長崎航路を再び閉じてしまうことのないよう皆様のご期待に応えるべく従業員一同力を合わせて懸命に取り組んでいく覚悟です 前の会社から高速線とタイノ浦のターミナルビルを購入しています。購入については、債権者の理解を得ているということです。新会社は12日付で長崎タイノ浦航路の運行を九州運輸局に申請受理されていて、1ヶ月以内にも認可の可否が決まります。新会社は1日2往復の4便体制で運行再開を目指します。 藤原社長はあす新上五島町役場を訪れ会社設立を報告する予定です。